Do you know yo?テーマは県立農業大学校新規就農支援研修だよ。あぐちゃん、くりくん、取材よろしく。私たち実践農業コースは月曜、水曜、金曜の週3回野菜などの作り方を学んでいます。畑の水やりやスイカの交配などの時期は休日も交代で管理することもあります。収穫した作物は販売実習として毎週金曜の農大マルシェなどで販売してるんですよ。収穫したものを販売もしているんですね。うんうん。私たちプロ経営者コースでは週5日間新規就農に向けての研修をしています。本年度からハウスの暖房機やカーテンも整備され冬作の野菜も作れるようになったんですよ。いろんな設備も充実しているんですね。うんうん。栽培の実習だけでなく教室で土作りや病害虫に対する技術や農業簿記、研修終了後の営農計画作成などについても学べるんですよ。農業のこと幅広く学べるんですね。へー。来年度の研修生の募集は秋と冬の2回行います。参加を希望される方には10月に社会人向けのオープンキャンパスで研修説明会を開催します。お気軽にお問い合わせください。会議室をはじめシャワーや洗濯室などの宿泊施設も備えた研修交流館も充実しています。ではみんなで新規就農支援研修の歌いってみよう。農業やりたい、やってみたい、そんなあなたの味方です。畑や教室、販売実習、あれもこれも学べます。希望に合わせてコースも選べるよ。県立農業大学校新規就農支援研修。イエーイ。来週もみんなで